デールス、敵を倒す剣法を教えようか。お聖剣2回でアチョーってな。で、お前はそいつでヤッカーからちゃんと話を聞き出せたのか。頑張ってるけど、この機械使い方が難しいんだからね。たまにしか正しいこと言わないもんな。とにかく、ウィスプたちの体には何かとってもすごい僕たちの知らない不思議なものが詰まってるらしいんだ。不思議なものって？言ってみればエネルギーみたいなものだよ。前にソニックが少しもらっただけですごいことになったよね。でもそれがないとウィスプたちは生きていけなくなっちゃうんだ。機械には脇のほくろって出たけど、きっと間違いだね。ないもんな。それとエッグマンのことだと思うけど、ウィスプたちがヒゲタマゴって呼んでる悪いやつがいて。ヒゲタマゴだって？そのまんまじゃないか。オッケー、覚えておくぜ。僕はもうメモしたよ。そいつがウィスプのエネルギーを吸い取って使おうとしているらしいけど、丸い警察？悪い性格？違うな、わかった。悪い計画のために使おうとしてるんだ。大した機械だ。その調子で頼むぜ。あれ、どこ行くのソニック？決まってるだろう、ヒゲ卵を探すのさ。どうせ言うならヒゲゆで卵だな。